そう睨むなよ。あんたに興味が湧いた。今度またやろう。こんなチンケな動画撮影とかなしの本気でな。何やその棒読み。いやでもなんか味がって。ただもんじゃねえな。足立さん、ちょうど連絡しようと思ってたとこだ。実は。すまん、春日。うちの会社な。畳むことになっちまった。まあでもそうやろな。今ナンバも俺んとこに向かってる。急に首を言い渡されたそうだ。うわあ、なんかもうこんな謎の VTuber のせいで全員ぶち壊しじゃないか。さっちゃんは大丈夫か。なんてこって。一体全体どうなってやがる。超準備その日頼んでさ、特定しに行こうぜ。殺しに来い。出勤したら急に上司に呼ばれて、今日限り来なくていいってよ。俺んとこには銀行から電話が来てな、融資を今回分で打ち切るって一方的に言われた。理由を聞いても査定基準は企業秘密に該当するので明かせないの一点張りよ。ギリギリでやってきたからな。融資を打ち切られちゃ看板を下ろすより仕方がねえ。くそ。俺たち三人が急に職を失い銀行から見放される。そんで春日につきまとい始めた妙な連中、まあ偶然なわけねえよな。もう日本じゃ生きていけない。だからハワイに移住しようぜってことか。原因はこれか。これこれほうくらっちまったな。たたらひそか。こいつは一体何なんだい。いわゆる告発系ってジャンルの動画配信者だ。告発系？今やスマホのおかげで誰にでもスクープをものにする機会ができた。そういった動画をチャンネルで紹介するのが告発系だ。芸能人にやり捨てられた女が腹いせに証拠動画を送ることもあれば、正義感の強い政治家秘書が汚職を垂れ込むこともある。じゃあ写真週刊誌みたいなもんか。簡単に言えばそういうことだな。けど所詮は匿名性の強いネットで送られてくる情報だ。ガセネタも少なくね。そこがチャンネル主の腕の見せ所でよ。しっかり裏を取った上で信憑性の高いネタを紹介するチャンネルは人気になる。中でもこのタタラチャンネルは随一の信頼度と言われててな。過去にはこのチャンネルがきっかけで未解決事件が解決したこともある。今じゃ警察や政治家も欠かさず見てるって噂よ。だったら俺に関する告発、あれはなんだよ、とんだガセじゃねえか。そこがわからねえんだよな。タタラチャンネルが見抜けねえくらい巧妙に作り込まれた垂れ込みだったのかもしれねえ。垂れ込んだな。どこのどいつなんだ。それは絶対明かされないようになっててな。だからタタラにはでかい垂れ込みが持ち込まれるんだ。こいつが俺の動画を公開したのはいつだ。3日前だ。再生数は300万を超えてる。でタタラチャンネルが扱った以上、世間はそれを真実だと信じて疑わない。タタラってのに連絡は取れねえもんなのか。もちろん DM でメッセージを送ることはできるし、もう送った。今んとこ返信はないけどな。けど仮にタタラが動画を取り下げたところで後の祭りだ。一度ネットに上がったもんはあっという間にコピーが出回る。それにこの手の動画に飛びつく連中は鼻から真実なんて求めちゃいねえ。なんだよそりゃ。じゃあそいつらは何がしてんだ。叩けるもんは叩くだけ。叩いてもいい人間を探してるんだ。ああ、ストレス発散のためにな。正義が正当化されるわけだから。罪のない人間を叩くわけにはいかないだろう。だけど悪人ならどんなに叩いても良心が痛まねえ。今のツイッターやな。新時代のいじめみてえなもんだな。その一方で悪事の抑止力になることもある。俺らだって4年前青木亮の独白をネットにアップしたろ。あれで世間の風向きが変わった。その矛先が今度は自分たちにも向けられたってわけか。皮肉なもんだけど俺たちは何も悪いことしてねえす。すまねえ足立さん。ナンバー、俺のせいだ。あ？俺の脇が甘かったせいでこんなことに。あの万引きのやつ後から返したんやろちゃんと。あんたらの新しい人生を俺が台無しにしちまった。
本当にすまねえ。まあおめえならそう考えるんだろうとは薄々思ってたけどよ。なんで一番のせいになるんだよこのバカ。悪いのはどう考えたってデマばらまいたやつだろ。それに俺たちをなめんなって。これくらいの逆境これまで何度だって味わってきた。せやな。おうよ、ホームレスの時大雪の日に野宿したあの地獄に比べりゃこんなん極楽みてえなもんさ。またパーティー再結成しようぜ。何度だって這い上がってやるって。一番お前だってそうだろ。ナンバー足立さん、すまねえ。とりあえずまたサバイバーの2回曲がりせなあかんな。けど元坊の社会復帰についちゃ支援ができなくなっちまう。まあ仕事の供給源も窓口もなくなっちまうわけだからな。情けねえ。おやっさんの意思を継ぐなんて息巻いといてこのざまかい。今我慢の時だ。それより明日からもお前を頼ってくるやつがいるだろう。そいつらには事の次第を伝えてやらねえとな。ああそうだな。アルワに俺を当てにした元ボンの連中が来るかもしれない。顔出しに行く。しょんぼり。ちょっと、あの、鶴野に見えたわ。あんたが春日さんか。浜の駆け込み寺の春日一番さん。昨日まではね。ああ。よかった。あんたを頼れば仕事にありつけるって聞いてきたんだ。いや、それが俺は見ての通りヤクザ上がりでよ。嫁とガキが二人、上は来年小学校だ。俺のせいで散々苦労させちまったけど、せめてガキにはまっとうな暮らしをさせてやりたくてよ。あんたを頼れば俺みたいなのでもまっとうな職に就けるって聞いてきたんだ。心が痛いな、ガキを出されると。仕事回しちゃくんねえか。ねえんだよ。すまねえ。は？実はよ、俺がここをクビになっちまって仕事空き缶拾いでも何でもいい、できなくなっちまったんだ。始めろ今すぐ。何かお前は頼ってきてくれたやつにそれを知らせたくてここで待ってたんだ。本当にすまねえ。嘘だろ。俺はどこ行っても門前払いされて、もう首くくろうかって時にあんたの噂聞いてきたんだぞ。藁にもすがる気持ちでよ。なのにその本人がクビだ。あんたも職がねえってことか。切れんなよ。そんなバカな話あるかよ。切れんなよ。変な期待持たせやがって。人を追うところでもいい加減にしろよ。おい、すまねえ。本当にすまねえ。畜生が。ちょっと、あ、春日さん、お疲れ様です。すみません、お騒がせしちまって。ああ、いや、あの、申し訳ないんですけど、俺がもうここに勤めてないって張り紙とか出してもらえないですかね。多分俺のいない間に春日に用があるってやつが来ると思うんです。それってヤクザが来るってこと？元ヤクザです。お願いできますか。多分皆さんにご迷惑かけちまうと思うんで。わかった。こっちもそんな連中にホイホイ来られちゃ迷惑だからね。よろしくお願いします。それに君もこんなところにいたって決まったことは変わらないからね。何喧嘩してたわけ？指揮試合でやめてくれるかな、そういうの。
すいません、もう行きますんで。あんなによくしてくれてたのに。佐々木どこ行くか。デマ情報に踊らされるかとか、その事情を説明しねえとな。くだらねえ。またタラはいつか締め上げるとして、まあ職を失ったヤクザどもに関してはもう正直まあしょうがない。所詮ヤクザや。さっさと始めようぜ。ごめんな佐々木。せっかく立ち直ったのに。あ、どうも。カズマさん。急に押しかけてすまねえ。はい、行くぞ。実は、はい。足立さんから聞いてます。俺も。今月いっぱいまでだって。すまねえ、俺が不甲斐ないばっかりに。いいんです。なんか逆に諦めがついたっていうか、人生全部やり直す覚悟で心を入れ替えて真面目にやり直してるつもりだったのに、これでしょ。神様ってやつはとことん俺のことが嫌いなんだなって。佐々木、大丈夫っすよ別に。俺より春日さんの方がよっぽどひでえ面してるじゃねえすか。いい夢見させてもらいました。それじゃあここを引き払う準備しないといけないんで。どこに行くんや。だったらだから告発系とか嫌いやねん俺。あ、1ヶ月経ちました。ああ、お、みんなおる。バットが錆びついてやがる。これからどうすっかな。カスがいるか。アダチだ。お、俺もいるぞ。アダチさんにナンバ。急に悪いな。今ちょっと時間あるか。いつもの服装や。時間だけは腐るほどあるよ。ちょっと気になることがあってな。お前美咲には最近顔出してるか。なあ、その近所にはな、まだ俺を頼ってくるやつがいるかもしれねえからよ。でどうだ、そういうやつに出くわしたか。最初の何日かは来てたけど、今全然だ。俺がもう当てにならねえって情報が広まったんじゃねえかな。そうか、けどそれだけじゃねえかもしれねえんだ。どういうことだよ。最近な、青龍会がきな臭い動きを見せてる。青龍会。青龍会が高部に。星野が死んで頭だった高部が会長になったのは知ってるよな。お、まあ組の序列から言えやそれが筋だもんな。その高部が今無所に入ってることは知ってるか。マジで2年くらい前のことだ。めっちゃ入ってるやん。もう誰もおらんやん。いや、青龍会。そうだったのか。うん、だが問題はその後だ。じゃあ誰が今青龍会の最近になって東条会や近江から放り出された元ヤクザたちが青龍会の門をくぐってるらしい。お、それも10人20人って規模じゃ収まらねえ数でだ。おい、第二の RK になろうとしとるんか。それって要するに青龍会が組の兵隊を増やしているように見える。もちろん星野や高部がいりゃそんなことはしないだろう。誰がそんなことしてるんや。だが星野会長は亡くなり、高部も服役中。ああ、トップが不在なのに乗じて青龍会内部でよからぬ動きがあんのかもしれねえ。せっかく仇になろうとしてた奴らを青龍会が極道に引き戻してるってことか。加えてもう一つ悪いニュースがある。はどうやら佐々木も青龍会に行ったらしいんだ。佐々木が職をなくして相当こたえてたからな。仇としてやってくことを諦めちまった。その可能性は正直否定できない。お前とはもう敵対したくないんだけど。ほっとけねえわ。
佐々木が清流会に行ったって情報は確かなのか？ああ、ホームレス村の馴染みからの情報だ。今の俺が言えたぎりじゃねえ、言えたぎりじゃねえけどよ、佐々木をまた極道に引きずり込むのを見過ごせねえ。あいつ敵としてやってこって腹くくったんだ、俺の目の前で。俺はあいつを助けて。まあそう言うだろうな、お前は。ふん、けど助けてどうすんね、もう職ねえぞ。行くんだろ、清流会事務所付き合うぜ。でもよ、放っておけねえのは俺たちも一緒だ。それに今の清流会が話の通じる相手かわからねえ。そんなとこにお前を一人で行かせると思うか、うん、足立さん、ナンバー問答無用だ。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ。きたー、ようやくやな。どう？勇者か。となりゃあれがねえと閉まらねえよな。頭のもじゃもじゃやな。あれどこやったよ。あれ？バットか。あれだよあれ、勇者のバット。まさか捨てちゃいねえだろう。ああ、あれは確か。あ、すごい。物欲しさ。なんだよあれや。いや、物欲しさがなくてよ。だからってあれ使うか。緊張感ねえなお前は。ああ、エモい空気が台無しだ。とだよ。めちゃめちゃ強化したからな、このバット前作で。光り輝いとったぞ。頼むぜ勇者様。でもすっかり寂しいとんね。頼りにしてんだからよ。お前の講習も頼りしてんぞ。お、なんだ。よし、じゃあ出発するか。足立さんのつかみはそうな。その前にちょっといいか。なんだよ。冒険に繰り出すにはまず装備を整えねえとよ。ん？なんか台風か。おお。この赤は。うう、もじゃもじゃ。おかえりガスや。デバッパーのなんだ。タンクの嵐や。おお。転がしそう。確かにお前はそのなりが似合ってる。何の因果かまたこのメンツで始まるんだな。こういうのをな、腐れんつんだ。正直言うとさ、俺は心のどっかでこの日を待ってたような気がするぜ。よっしゃ行こうぜ。ナンバー、アデツさん。世間様を浜の英雄と騒がせた俺たちだ。こうなりゃ誰にも止めらんねえぞ。おうよ、おっしゃ。ママ、あの人たち何してるの？こっち来なさい。さあ、春日ジョベフリーターから勇者になりました。最強ジョベです。バフ、回復、しかし懐かしいな、そのバット。じゃあ確か川の近くにぶっ刺さってたのを春日が抜いたんだったな。じゃあね、はあ、そうそう、俺と足立さんじゃ抜けなくてさ、こいつ選ばれし勇者だけ抜けるんだとか調子こいてよ。これは勇者の聖剣だとか言ってたよな。ガキの頃から勇者に憧れてたとはいえ、こいつ頭大丈夫かって思ったもんだ。敵は妄想やからな、敵の見た目とかが。俺は今も変わらねえぜ。妄想でガラッと変わるんですよ、敵の姿がね。ふん、俺がこの世界を救う。ああ、そうそう、それだそれ。そう、ぶっちゃけ決まってんな。クソダサい、何も持たない。勇者でもいいんだよ、春日は。おいおいおい、楽しそうなおっさん3人組だな。遊ぶ金貸してくれ、ね、お前7と一緒の流れやんけ。金ならないぜ、俺たちはいつだってな。こんな年頃のおっさんが3人もいて、
金がねえわけねえだろ。おい、全く一緒やないか、さ。嘘ついてんじゃねえぞ、ジジイども。ぶっ殺すぞ。おっさんがみんな金持ってると思ったら大間違いだぞ。おい、勇者さん。その聖剣で久々にモンスター退治と行くか。そうだな。久々に行こうぜ。ナンバー、足立さん。ゴー。やってやるじゃん。おさあ認めかれました。これ春日の妄想です。さて勇者やったら、お、勇者の分析ね。これあ、会心率を上げるんや。じゃあこれで緑の範囲に入ってる人限定なんかな。ちょっとやってみるか。春日溢れる姿勢でうんたらかんたら。やっぱそうか、範囲に入ってるだけか。熱気部です。おい、臭い気はどうした。なんだいいね。おたけび死んじゃうんだ。覚えさせんこれでいいか。厄介なことしやがるね。ケイシナオリバーサッカー、やまらせてやる。これも懐かしいな。相手はこの俺だ。序盤の時しか使わないやつ。お前このお、いいダメージや。追撃重射からなめろ。お、バックアタック。おー、いいね。ナンバーダメージしちゃうけど。で、追撃ビーネス。じゃあ、すげえだ。おい、おい、おい、いいっすね。やっぱコマンド RPG というのも面白いな。出た、巨大マッサージ機。これ、7の序盤の時使っとったで。失礼しまーす。どちら様でしょうか。あの、突然失礼します。東方、春日一番と申します。昔、東条会荒川組におりまして、4年前、高部の頭に大変お世話になりました。ご用件は？こちらに最近、佐々木という者がお世話になっているかと思います。私、その男の後、私、その男の後継人のようなことをしておりまして、佐々木のことをご存知のお方に少しお話を伺えればと思い、参上した次第でして、来訪される方には必ず、事前にアポイメントを取っていただいております。申し訳ありませんが、お一人ください。いえ。そこ、なんとか、急ぎの用件なんですよ。おい、女上品な組になっちまった。通り着く島もないな。急な来客だから無理もねえけどよ。にしたって塩対応すぎねえか。俺たちのことを高部から伝わってねえのかな。ん？どうすんだ、春日。アポを取るったって高部が無所の中じゃ当てがねえぞ。どっか忍び込むか。ああ、でも佐々木のことは放っておけねえ。つまり？こっそりお邪魔することにしようぜ。誰もここだけが入り口じゃねえだろ。ふへへ、そう言うと思って。けどよ、他の入り口ってどこのことだよ。どこも監視カメラだらけで。資格なんてねえぞ。ヤクザの事務所だろうが、不法侵入すれば通報されるんだ俺だ。まあ、そこはこの町に一番詳しい人たちから知恵を拝借しようじゃねえか。誰のことだ。あ、ホームレス村か。そういうこと。手ぶらで頼めることじゃねえし、なんか買ってから行こうぜ。なら、日本酒瓶にしとけ。村長あれ好きなんだ。へえ。日本酒瓶だな。オッケー。村長さんたちに聞きに行くんやな。またこうやってみんなで立ち上がる日が来るとはな。最強のパーティー再びだな。その最強パーティーの中身は全員無職のおっさんだけどな。細かいことはいいんだよ。俺にとっちゃ頼もしい仲間さ。それに無職だろうが心は勇者だ。胸張っていこうぜ。お前のそういう根拠ゼロでも前向きなところマジで尊敬するぜ。そんなに褒めるなって。別に褒めてねえよ。おめえらといるとほんと退屈しねえぜ。じゃあ決まっていこうぜ、勇者よ。おお。え、何これ。なんか建造物が出来上がってんねんけど。ああ。違法建築ちゃうんかい。ビルが建つ予定だったんだが、建設途中で例の流行り病だ。いや、コロナか。施工会社も建設会社も潰れちまって、鉄骨だけ残しておったらかし。それここの人たちが乗っ取っちまったってわけだ。たくましいよな。ブリーチジャパンがあのままこの町を征服してたら、こんなもんはまず許されなかった。まあな。この町のホームレスにとって、これは凱旋門みたいなもんなんかもしれないな。自分たちの勝利の証だ。凱旋門通るか、どっかの章って感じだけどな。キャッスルやな。お、そのニット帽は村長。なんだ、それも揃って。ご無沙汰しております。ただ顔見せに来ただけじゃなさそうだな。はい。ええ。ちょっとご相談が。清流会に乗り込むか。それもその佐々木とかいうやつ一人のために。人数は関係ありません。一人だろうと100人だろうとほっとけるんです。
相変わらずだな。正直少し安心した。ここのとこすっかり寒くなったな。ん？ええー、そうっすね。仕事もパーになって一丁らクリーニングに出すのも楽じゃねえだろ。ええー、まあほう。だがお前たちは乗り越えられるはずだ。ついてこい。ん？こっから先へ進むと長い戦いとなりしばらく街を戻ることできません。なんかラストボスに挑む時のテロップみたいなやつ。まあいいですね。はい。ってことは清流会はもう敵ってことやな。これが出るってことは悲しいことです。村長、なんてお話でしたっけ。そうか。だからこれが清流会事務所の裏ルートだ。泳いでいけ。ドブ川に見えますけど。それも真冬のな。ん、私ルートはさっき伝えた通りだ。覚えたよな。ええ、気はすみませんが。え、マジかよ。俺心臓止まっちゃうんじゃねえか。春日、別の方法探そうぜ。あやにく俺の知る限りじゃこれが唯一の抜け道だ。ふん。やる気はねえな。マジか。はあ、遺書かエンディングノートでも残しておきゃよかった。いいや、弱気なこと言ってんじゃねえよナンバー。これまで乗り越えてきたのに比べりゃこんなのへでもねって。え、分かったよ。なるようになれ。着衣のまんまの冬の川はでも死ぬんじゃない。お、マジで行くんよ。くそ、そっからどうせ流下に繋がってるの。これ、え、橋の下に穴が見える。お前、あれがいるんだ。こんなドブ川いつまでも泳いであんねん。早く行こうぜ。すげえ早くクロールや。生の服着てるのに。もう限界だ。大丈夫か。これ以上は泳げねえ。あの辺りから上がれそうだぜ。もう一踏ん張りで、ナンバー。ほら頑張れナンバー。ほら、あともう一歩やぞ。早がるよナンバー。何してんねん。この1キロ泳ぐってやつ稼ごうぜ。ここでなあ、お前らつけ。絶好調だ。絶好調やろ。いいね。さあ、300いった。あと700メートルや。行くぞ。はい、1km 泳いで。お前らお疲れさ。じゃ上がっていいよ。ふぅ、じゃあ清流会行こうか。ふぅ。